私は雨の旅もとっても好きなのです。ドライブ中のフロントガラスの落ちてくる雨のしずくをワイパーがかき消すとき、なんだか心の中にある嫌なこともかき消してくれそうな気がしますし、旅先の街も雨でしかあぶり出されない情緒や風情がきっとあるのだと思います。雨も晴れも曇りも自然が織りなしてくれる大切な事象、これからもその自然を楽しみながら旅と人生を続けていきたいと思っています。リクエストは、旅先で雨が降っていたら夜に聴きたい曲、ロッド・スチュワートの Rainy Night in Georgia をお願いします。ありがとうございます。随分ロマンチストな方ですね。雨のドライブ、ロマンチックですごく好きですけど、できればアメリカの一本道みたいな曲がる必要のないある程度安全なとこだったらいいですね。日本、しかも東京とかですと、まあ雨の日でも乱暴な運転をしてきて、いきなり曲がってきたり、U ターンかましてきたりですね、車を置いて歩いて帰ってくれっていう思う人たちがたくさんいます。楽しいですけども、ぜひ雨の運転は気をつけてください。エヴァンゲリオンアットマークドキュンさん、事件ですか、事故ですか。どっちでもなさそうでしたけど、業務連絡してなんか合流しましたみたいな勢いでしたけど、もうあの枠が空いて11分間無言だったんですけど、枠が空いて11分間も無言だったんですけど、この枠一つ質問です。自宅、家へ帰るとご飯とうどんしかありません。さあ、おかずは何を買えばいいでしょうか。どないしたいねん。もうお前、ローソン行こうかな。もうこれ以上向こう行ってもリムやねえしな。テマンゲリオンアットマークドキュンさん、卵やな。卵今日誰のツイートやったっけ、なんかすごい綺麗な卵焼きができましたみたいなツイート見たような気がすんねんけど、誰のツイッターやったっけあれあれ、あ、こんな子が卵焼き作んねやって思ったのは気のせいかな。誰のツイッターを見たの。へえと思いながら、あ、そうと思って、まあ、忙しかったんで、すごいしたんですけど、おかずでも買いに行こうかな。コンビニのおかずでも買いに行きましょうか。ついてきなさい。で、なんでさっきまで1人もらわなかったのに3人もおんの、おかしくない。君たちは一緒に行動してるのかい。
うかな。ソーソンに住んでねえわ。冷凍のカツ、冷凍のカツな、冷凍のカツっていうか、ここに別に普通にそのこんなローソンセレクトビーフシチューとかあるよ。安い、安い、結構安い。サバの塩焼き208円、味噌煮239円、安い。冷凍のおかず、チゲ鍋、ホルモン鍋、ホルモン鍋、カニクリームコロッケ、ご飯、厚焼き卵がいい卵はええわ、卵はええわ。うどんはあるらしいからどうしようかな。難しい。酢豚、うん、ね、あ、チキンステーキ、あーちょっと高いな。ホルモン鍋、ホルモン鍋うまそうじゃない。ホルモン鍋、ホルモン鍋とホルモン鍋とから鶏から、ホルモン鍋鶏から、57万、どんどん減っとるか、どんどん減っとるか。どうしようかな、ホルモン鍋、明太子、軟骨、どうしようかな。いけんのかな。 IH っぽいよ。冷たい、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 冷たい。
食うのにビーフシチューっておかしいやろ。うどん食うのに。そうかな。難しいな。この前の朝日奈のツイートめっちゃ笑って、安物のステーキとワインって喜んでた。どういうこと？またそんなことしてんの？また同じようなことしてんの？はあ、どうしようかな。サバの塩焼き、サバの塩焼きでもな。LINE で送ったるわ、マジで。だから多分ね、あの子、あの育ちあまりよろしくないから、何でもいいんだと思うよ。あんな高いもん壊す意味なかったと思うよ。食べたことないと思うんだけど。焼き餃子100円。LINE 来たわ。50円。あ、何してますか。言っていいんじゃない、あの子にそんなの分かるわけないやん。あの2万とかそんなお肉の味が1万とか、うん、ワインも一生懸命言ってたけど、あの何その説明書に書いてあるやつをそのまま読んだだけやったかな。説明書ってね、メニューや俺も説明書って意味分からへんかった、ね、メニューに書いてあったやつ読んでただけやったかな。そうそもそもがね、だって大体いつもあの子飯食うてんのサイゼリエサイゼリエ御用達やん、ね、サイゼリエを高級レストランに思ってるような、ね、サイゼリエのことファミレスや思てんねんから、うん、サイゼリエはファミレスじゃねえわ。ファミレスっていうのは、まあ、ロイオーまでがファミレスかな、うん、まあまあ、あの100歩譲ってびっくりドンキーはあのファミレスに至ってもいいけど、あのセルフサービスのファミレスじゃねえからな。そんなもんですよ、ね、
丼食べて、ね、食べますよ、ね、顔出ししてもパイは飛ばねえし、ね、トランプタワーしても5段はいかねえし、昨日は4万5千ぐらいつことるし、もうほんまにファミレスちゃうのって、ファミレスサイゼは何やろ、ファミレスよりも程度低いでしょあれ、大衆食堂以下やろ、サイゼとガストはファミレスじゃねえわ。ファミリーレストランってのはサービスをしてくれるからファミリーレストランだ、レストランじゃないからね、なんやろな、なんとかダイニングみたいな。あーざまーす。言わな飛べへんなってきたな、これまずいな。これほんならあのお花火とかあの招き猫とかで飛ぶかな。まだ4本ありますけど。さすがに飛ばねえわ。ちょ寒いねんけど、これ外気温もう10度、さっきまで11時やったのに、あ、10時や、10、11度やったのにもう10度。人間嫌いやでいかんもん。あ、マジっすか。あ、そうやな。そうそう。だから、テマちゃんはガストとかサイゼの方がまだいいかもしれんよ。なんていうの、店員さんが、あ、ですか、こうですかっていちいち聞けへんから、注文取りに来るだけで終わるから。だから近所の大衆食堂並みのサービスなんで、それはいいかもしれない。まあ、お皿を自分で下げんでええぐらいな。ドリンクバー自分で取りに行かなあかんしないと、あのサラダバー取りに行かなあかんところとかもあるでしょ。そんなんレストランちゃうからね。レストランっていうのはあのちゃんと料理を持ってきてくれるとかレストランやからね、本当にね。お疲れ様でした。帰ってきましたですよ。一応トランプタワーね、最後まで挑戦しましたけどね、ダメだったわ、ダメだったわ、トランプタワー3段までしか行かなかったわ、その上も行こうと思ったらもうダメだったわ、もう諦めて帰ってきたんだ。もう家帰ります。寒いのでお家帰りますよ。もう帰るから、ね、帰っちゃうんだから。たくさん買ったのにね。よう見とったな。4セット8箱分買うとるわ。トランプ8セットも買うと何すんね。何使うのトランプ。あのトランプ使ったなんかこう動画作らなあかん。トランプタワーはもういいとして、なんかトランプを手裏剣みたいにして遊ぶ、あのラファエルがやってたあのトランプでキュウリを切る動画とか、そのずっと一生懸命そんなんできねえわ、全部こんなんできねえわ。リスナープレゼント、トランプを、トランプいる、1個50円のトランプリスナープレゼントする、うん、しかも送料の方がタコつくわ。いや、そう、あの、ようか、あの、毎回毎回僕よう考えたらね、送料すごい、結構タコつくんだよね。何、宛名書いて、なんか梱包してね、で、しかも送料まで払うて、何してんねやろ。僕のサイン決めて、ほんまサインして巻こうかな。あ、トランプ一枚一枚にサインして、え、一つのトランプで何枚あんの ?54 枚ぐらいあんの ?54 枚、4×13 の2枚上か、54枚でしょ、うん、54枚 ×8 個あるから、8×8、432人にね、うん、432人に僕のサイントランプを1枚ずつプレゼント。1枚ずつプレゼント。誰がいいねん、そのサイン入りの。ワイワイいらんぞ、やっぱりな。そういうやろ思ったわ。まあそんなこんなでね、今日もね、寒い中帰ってきましたですけどね、明日も仕事ですよ。じゃあね、わーわー言うておりますが、時間です。